嘘でしょ。この私がこんなガキどもに。悪いが嘘じゃない。あんたは舐めきっていた相手に負けたんだ。そうね、舐めていたわ。それで私をどうするつもり。力の掟に従い蹂躙するんでしょ。は？もう十分やった後だと思うが。違うわよ。もっとこう、他にあるでしょ。いろいろできるでしょ。えげつないことでも何でも。何が？だから。するわけないだろ。あんた頭おかしいじゃないのか。そんな、よくそんなこと思いつくな。あら、これくらい可愛いものよ。他にももっとすごいことしてあげられるけど、しないの？しない。キリト、何を言われたのですか？大罪ちゃん、あのね、ちょっとやめてくれ。何でもないから。DIL 茶化すなよ。改めてお願いしたい。俺たちと和平を結んでくれ。お願いですって？あなた方は私に勝ったのよ。命令すればいい。髪を掴んで地に頭をつけさせなさい。そんなこと女の子にできないよ。もうそんな少女期は過ぎたわ。私は狡猾な女なの。生かしておけばいつかあなたの寝首をかくわよ。そうならないよう君と信頼を結ぶし、寝るときは気をつける。愚かな子供。でも嫌いじゃないよ。ご報告いたします。玉座の間の封印の鎖が解かれました。繰り返します。玉座の間の封印の鎖が解かれました。暗黒神ベクタ様降臨。暗黒神ベクタ様降臨です。目的はただ一つ、アリスを見つける。そのためにはどんな犠牲も厭わない。暗黒神ベクタ様が降臨した。悪いわね、キリト。より強いものにしたの。それがこの暗黒界で生きる術なのよ。クソ、なんでこんな時に。どうなってるんだ。誰かラースの職員がログインしたのか。どちらにせよ今この状況を打破しないと。メインコントロールルームにいては誰かの命が奪われていた。苦渋の決断だ。君たちだけじゃない、アンダーワールドについても何か手を打たないと。どういうこと？アリスが失われてしまうかもしれないんだ。奴らの狙いはおそらくそれしかない。どうなってるんだ。なぜいきなりログアウトなんだ。説明してくれ、気候家さん。最終負荷実験は、東のダイモンはどうなったんだ。ヒューシオたちは。キリト君、病み上がりで走らせてすまない。そんなことはどうでもいい。アンダーワールドに戻してくれ、今すぐにだ。君はそれを望むのか。当たり前だ。
あんたにとってはただの実験場かもしれない。けど俺にとっては大切な仲間のいる世界なんだよ。あと少しで和平ができていたのに、あんなところで。分かった、ならば行かせよう。いや、行ってほしい。同時に頼みたいことがある。キリト君、アリスを探すんだ。アリス、アスナ君はもう分かっているね。時間がない。確保して。アリスさんが安全でいられる保証は、それがないとできません。少なくともあいつらに奪われるよりははるかにマシだろう。僕らと取引をしてくれるならそれなりの優遇措置と譲歩する。おい、ちょっと待ってくれ。あいつらとかヤツとかって誰のことだ。産業スパイ、それも戦闘訓練を受けた特殊部隊だ。彼らがアリスを狙ってここにオーシャンタートルに侵入してきた。メインコントロールルームだけじゃない、アンダーワールドにもすでにログインしたようだ。もし奴らの手に渡ればアリスがどんな兵器にされるか分かったものじゃない。秩序のかけらもない破壊兵器になり下がる可能性だってある。もともとそうした目的で実験していたものだが、あくまでコントロールされた状況での使用が前提だった。奪われた先で悪用されれば世界の戦争の形すら変わってしまう可能性がある。今世界の危機が訪れていると言っても過言ではない。世界の危機だって。どうにか奴らをアンダーワールドから強制排出することはできないのか。メインコンを占拠されている限りそれは無理だ。しかも敵は暗黒界を滑る最高位の存在、暗黒神ベクタのアカウントでアンダーワールドにログインしている。中でどんなことが行われるか想像できるだろう。目的のためならどんな破壊でも行うだろう。我々が襲われているのがいい証拠だ。ここで全てを停止してしまうこともできる。だがそうなってしまえば奴らが中で何をするかわからないぞ。とにかくアリスを探すんだキリト君、そして守ってくれ。暗黒神ベクタからアリスを守るんだ。セントラルカセドラルのコンソールに再ログインした俺たちは、もぬけの殻となっているカセドラルを目の当たりにした。わずかに残った人々に尋ねると、編成された人海軍は東の大門に向かっており、軍機能は全て前線拠点に移されているらしい。まずは軍師であり総司令でもあるカーディナルを探すことにした。キリト、無事じゃったか。カーディナル、突然いなくなってすまない。聞いてくれ、俺たちラースの職員にリアルワールド側から強制ログアウトされて、いや、それより現在の状況は、アリス、ユージオ、それにドロシーは。落ち着け。もはやお主たちが消えてから何日経過したと思っている。まずはそちらに何が起きたか教えてくれ。俺はカーディナルにかいつまんで事情を説明した。高度なボトムアップ型 AI を作り出し、兵器として軍事転用することを目的とした計画、プロジェクトアリシゼーション。それがどこかの産業スパイに情報が漏れて、この世界を管理しているラースの施設オーシャンタートルそのものが攻撃された。そして敵はラースの人間がアンダーワールドにログインするために作っていたアカウントを使ってすでに侵入しており、行動を開始している。しかもそのアカウントが暗黒界を支配する暗黒神ベクタのアカウントだというのだから、運命は皮肉なものだ。敵の勢力が狙う優れた人工高適応型知的自立存在は俺たちの友人であるアリス。俺たちは絶対に彼女を魔の手から守らなくてはいけない。そうか、
この不毛な戦い、最終負荷実験を止めることはできず、最悪の種は放られたまま。そしてアリスを救い、やってきた敵を排除せねば、この世界もどうなるかわからないと。次はこちらの状況説明じゃな。良い話題は何一つとしてない。心して聞け、キリト。お主たちが突然消えた後、暗黒海側は今までの和平交渉がなかったかのような粗暴な行為を見せつけてきた。暗黒騎士団のシャスターとすら会話が成り立たず、問答無用で攻撃されたらしい。後で聞いたところによると、目は鮮血で染まったように一様に赤くなり、誰もが悪感情に支配されていたという。まるで洗脳されたような状態じゃ。実際そうだったのかもしれない。お主たちの報告によれば、和平は確かに実現間近だった。それが暗黒神ベクタの降臨で全てが無に帰した。あたかも和平の話し合いなど最初からなかったようにな。苦渋の決断を迫られ、ベルクーリの指示で人海和平使節団は敵地にとどまらず、人海に引き返した。英断じゃったと思うぞ。死者は出ておらん。ドロシーは、カイナンやサライはどうなったかわかるか？ドロシーは人海の者たちを逃がすために暗黒海の追手を引き受けたまま、行方が知れないそうじゃ。そんな。サライとカイナンだったか。二人の情報は入っとらん。放心したか。そんな様子ではこれから起きる出来事に耐えられんぞ。今からでも引き返すか。リアルワールドに行けばよい。ガーディアル、俺は。すまない、言い過ぎた。わしもこの事態を受け止めきれておらんのかもしれん。キリト君、カーディナルさんを追いかけよう。カーディナル。お主は悪くない。責めるような言い方をして悪かった。リアルワールドは、我々の創世神はなぜこんな悲劇をもたらすのか、そう思ってしまったのじゃ。キリト、和平交渉は決裂じゃ。東の大門は崩れる。戦が起きるぞ。たくさんの命が消えるじゃろう。戦う力を持たぬ者はなすすべもなく果てる。命など最初からなかったかのように、みな死に絶える。キリト、お主はどこに着く。友のいる人海か、それとも新たに救いたい命と出会ったダークテリトリーか、それともやはりリアルワールドか。もはやこの世界を消してしまう方が
新たな悲しみは生まれんじゃろう。だが止めることはできぬというなら決めておけ。どこへ行こうとわしは止めぬ。カーディナル、俺が味方したいのは一つだけ。アンダーワールドそのものだよ。どこじゃない、全部だ。全部救いたい。その中にカーディナルも入ってる。もう一度、もう一度俺にチャンスをくれ、カーディナル。和平はもうすぐだったんだ。今からでもまだ間に合うかもしれない。人海もダークテリトリーも救える方法がきっとあるはずだ。でかい口を叩いて後悔しても知らんぞ。後悔しないために今行くんだよ。あの死は腹の立つやつじゃ。どうしてこう、何度もわしに信じたいと思わせるのか。行けキビト、お主の思うがままに戦ってみよ。サライたち、人海の人たちに殺されちゃうの？このオブシディア城城下町まで人海軍が攻め入ってくることになったら、そうなるかもしれません。あんなに仲良くしてたのに。戦争はそういうものなんですよ。良き隣人が突然悪魔に変わる。キリトさんたちは私たちを裏切ったんです。突然いなくなった。そして我々も裏切った。ベクタ様に歯向かうことはできない。もうおしまいなんですよ。何も信じてはいけません、サライさん。ドロシー、キリト、戦争が始まった。この音は東の大門が崩れたのか。すぐに移動しよう。アリスの居場所がつかめなくなる。生きとし生ける者に備わっているとされるもの、その概念に子供の頃から惹かれた。魂とは一体人間の体のどこにあるのだろう。どこを壊せば見ることができる。頭、胸、それとも全身に染み込んでいるのか。
ゲイブ、大好きよ。人類の発展はトライアンドエラーの繰り返しで、まずはやってみないことにはわからない。だからあの時。ゲイブ、ゲイブと離れたくない。自分にとってどうでもいい人間ではなく、初恋の相手ともいえる彼女アリシアをその相手に選んだのは、彼女のことが好きだからこそだった。ずっとずっと彼女の魂を見てみたかった。ケイケイ、試みは予想以上の成果を得た。絶命したアリシアの額から浮き出た光り輝く小さな雲の美しさを今でも覚えている。あれは魂だった。彼女の魂はそうなるべきだったとでも言うように、私の額へと吸い込まれた。そう言うなれば食べたのだ。素晴らしい体験だった。もう一度あの美しい光の雲を見ることができるのなら、きっと何でもするだろう。それこそ悪魔に魂すら売り渡す。アリシア、君の魂は。ブロ、ブロ、おい、本気で寝ちまったのか。我らが隊長、おい、ガブリエルさんよ。バサゴ、いや、目を閉じていただけだ。そりゃよかった。しっかりしてくれなきゃ困るぜ。俺はブロみたいにこのアカウントらしいロールプレイ、振る舞いや演説はできないからな。ブロがかけた暗黒術で配下の奴らは洗脳状態にあるって言ってもよ、指示求められるたびにヒヤッとしまう。お前らしくもない。もっと楽しめばいい。ま、そうだな。ターゲットが転がり込んでくるまでせいぜい楽しむか。どれだけ殺そうが犯そうが、仮想空間の中じゃ誰も俺らを裁けねえ。久しぶりだぜこの感じ。いや、あの時以上かもしれねえ。レッドプレイヤーにすらならないんだからな。どいつもこいつも殺せ殺せってな。ああ、そうだな、バサゴ。思う存分殺し合ってもらうとしよう。いずれ待望の娘はこの暗黒神ベクタの献上品としてやってくる。人類史上初となる神聖人工知能アリス。彼女を求めることはもはや任務ではない。まるでアリシアを求めた時のように高揚している。アリス、君の魂はきっと甘いだろう。闇の国の将兵どもよ、貴様らが望んだ時だ。命あるものは全て殺せ、余さず奪え、そして世に献上せよ。彼の地に現れる光の御子。ダイモンのところにいた人たち、誰も私たちの話を聞いてくれませんでしたね。まるで洗脳されているみたいに。暗黒神ベクタが降臨してから全てが狂い始めている。あのアカウントの中のやつが何かしていると考えるべきなのかもな。暗黒騎士団のシャスターさんやリピアさんが人海神軍の命令に反抗しなかったっていうのは疑問が残るよね。ああ、とにかくなるべく暗黒海側との戦闘は避けつつアリスを探そう。裏道からダークテリトリーへ潜入だ。